アムステルダムあたりすごいですね。渦巻きがはっきりしてる。オランダのすぐそばだけど。ね。お、ものすごい暴風がアムステルダムにやってくるね、これね。ですね。すごい雲が速いね。8時でございます。雄大積雲がありますね。雄大です。すごいね。そして晴れ間が出てきました。会場はこんな感じですね。波が高い。おお、積乱雲、すごい。多いね、積乱雲。すごいね。
ちょっとこのシーンだけ早送りしてみますか。これ早送りですよ。雄大積雲がこのようにたなびいていってますね。なんか、天空の城、ラピュタみたいな、竜の巣みたいですね。あん中入ってみたいですね。寒いな。さあ、気づいたら快晴になってますね。ちょっと途中まで。はい、3時となりました。見てください、海満潮になってきて波が高いのがよくわかりますね。あ、入ってる人がいる。海すごいね、高い波だ。そしてさらば積雲のはちょっと雄大積雲かな、雄大総積雲とでも言いますかね。雲があります。あれは雨雲ですね。はい、そして陸側にもですね、ちょっと雄大積雲があるんですが、ちょっと総積雲っぽくなっていて見分けが難しいところですね。上空は巻雲確認できます。巻雲ですね。はい、空面白くなってます。風はやや強く吹いていますね。肌寒さは感じます。今日はさすがに、赤の旗です。あれはできませんね。わ、すごい向こう波が。15時55分か。そこはオレンジですね。あ、黄色か。でも危ないな、今日は。18分ですね。雄大積雲がもくもくしてます。上空に寒気が入ってますからね。ここでもくもくしてます。そして真上にも雲が来ましたね。ちょっと雨降るかな。向こう側から天気下り坂、ちょっと待って。高積雲とか総積雲とか、ちょっと中下層の雲がありますね。いいな、やっぱり雄大積雲の線状雄大層積雲、違う、線状雄大積雲。ここまで行くともう雄大積雲ですね。線状雄大積雲ですね。黙々ですね。はい、かっこいい。17時45分です。今、ちょっと足の状態を見てきました。はい、ここですね。はい、そして雲が多く、少し小雨がぱらついてますね。発達したものではないですが、ちょっと濡れてますね。岸壁に波が打ちつけていますね。ほぼ満潮ってこともあって、かなり波の海水も上がってますし、はい、すごいですね。まあ、そんなには高くないけど、でも人がいるかな。あ、いるか、人いるか。そこ
当に人いますね。あ、ヨットも出てった。なるほど。はい、という感じです。現在時刻は18時5分。はい、20時3分となりました。向こうの方に積雲がとんがってます。はい、太陽の光に照らされてますね。ここからちょっと雲が多く、肌寒い風がやや強く吹いてます。風は今日はやや強く吹き続けてましたね。こっちの方雲が少し多くて、雨の可能性もゼロじゃないかなと思います。以上です。遠くに船が見えますね。なんだろう、あれは。23時18分ですよ。まだ明るいですね、向こう。あ、ここを境がした。恒星起源の雲が一部残る。陸側はもちろん雲が多いです。あ、もう暗くなってます。さあ、今日はおしまい。風は少し弱まって、波も穏やかになりましたね。暗っ暗っ。